フィナンシャルディストリクトはニューヨークシマンハッタンクダウンタウンにある地区である。この地区は世界最大の金融街であり、ウォール街も含まれている。ここにはニューヨーク証券取引所、ワールドトレードセンター、フェデラルホール、ニューヨーク連邦準備銀行などが位置している。この地区の人口は5万6000である。この地区は17世紀後半のニューアムステルダムの市街地の境界と、 ほぼ一致し、シティホールパーク以南の地域をほぼ含むが、バッテリーパーク及びバッテリーパークシティは除かれる。この地区の中心は、ウォールストリートとブロードストリートの交差点であると、みなされることが多い。この地区の北東部分は、20世紀初頭には、多数の保険会社が、本社や支社を構えていたことから、インシュアランスディストリクトとして知られていた。20世紀盤までは、 このエリアはオフィス街であったが、1990年代からオフィスビルはマンションへと転換されつつあり、住宅街の様相も見せつつある。ブロードウェイに沿ってティッカーテープパレードが行われることから、この地区は英雄たちの峡国とも呼ばれる。出典ありがとうございます。